皆さんこんにちは。ボディクリエイター的未来予想の部屋、どうぞようこそ。今回も始まりました。このボディクリエイター的未来予想の部屋はですね、今後の日本のですね、10年後、20年後、30年後、40年後、50年後をですね、どうなっていくのかみたいなところを、ボディクリエイターとして体というですね、部分の視点で考えていきたいと思います。勝手に予想していくコーナーになります。で、今回はですね、私の最近のそのキャッチーな出来事として、妻が出産したんですよ。なので、女性の出産についてちょっと話していきたいなと思うんですけど、そもそもやっぱり、このコロナという世の中の中で、僕は奇跡的に立ち会えることができたんですよね。30分前ぐらいからですけど、そこでやはりその感じたことはですね、言葉で表すとね、非常に出産するっていうのは子供が生まれてね、嬉しいものだろうと思うんですけど、実際立ち会うことによって、そういう体験経験をするっていうのは、やりたくてもできない方もいらっしゃいますし、産みたくても産めない方もいると思うので、そういうものも含めて、前提があるとしてですね、私は、なんていうんですかね、その女性の強さというか、その母の強さっていうのを非常に簡単と、その子供が出てくる瞬間の、あの神秘的な空間、本当にもうかけがえのない愛おしい、なんか自分の宝というのが出てきたなっていう、今までにあんまりないこう感情だったりとか、自分が今まで持ってたこう考え方だったり思考、解釈、自己都合的なものっていうのが、なんかこう枠からちょっとこう外れるようなですね、感覚が非常にありました。はい。そんなことでですね、今日は出産に関して、今後を読み取っていきましょうみたいなですね、話をしていこうかなと思うんですけど、経産省からですね、2050年日本の人口動態みたいなのが発表されてるんですよね。いろんなところでこうそういったデータっていうのは出てると思うんですけど、2050年はこうなるみたいな、人口が1億人を割って、日本人の人口がすごく減ってくるではないかという部分ですね。それには出生、要は子供が生まれる数が少なくなっている、第1次ベビーブームから、その時267万人ぐらいだったんですよね。で、第2次ベビーブームが200万人ぐらいいたんですよ。だからもう右肩下がりですね、もうずっと。で、2016年のデータが94万人、もう100万人を割ってしまった、1年間で生まれる子供の数ですね。で、さらに今後はもう下がっていって、2050年には予想としては65万人になるんじゃないかと。第1次ベビーブームの267万人から比べると 70% 以上落ちちゃってますよね。非常に難しい。やはりこう一つ、国がこう発展する指標として、人口が増えてるか減ってるかみたいなところって、すごく重要みたいなんですよね。やっぱりその人口が増えて子供が増えてで、ってことはやっぱり未来は明るいですよね。やっぱり子供がたくさんいればその分だけ可能性は広がりますよね。可能性が広がる今社会なのかっていうと、ちょっとね、そこは話が別になってくるのでちょっと違いますけど、そういう部分に関しては可能性としては高いと思うんですよ。ただなんでこういう状況になっていくのかっていうのを考えると、やはり一つはやっぱ女性の目線から考えると、女性がその産みにくいというか、その社会的環境であったりとか、私ボディクリエイター的に考えると、女性が妊娠しづらいというか、女性ホルモン崩れやすい原因として、やっぱりそのストレスとか加齢とか、不節制な生活みたいな、この3つの原因がね、主に入ってくるんですが、なんていうんですかね、ストレス社会と言われてるぐらい常にストレスを浴び続ける
まあ、加齢というのはもう普遍的なものというか、まあ、今美容だったり医療の進歩によって、まあ、高齢出産も可能にはなってますが、あのなかなか難しい、その抗えないところでありますよね。あので、3つ目の不節制な生活っていうのも、まあその人工的な食べ物が増えた、簡単にこう安直に食べ物が手に入るような状態、まあ自分がお腹が減ってればその食べますし、でまあこれはストレスとの関係も多いんですけど、ストレスが高まってしまうと、とにかくこう衝動みたいなのに駆られてしまって食べてしまったりとか、でしかも食べ物もすぐこうちょろっと外に出てコンビニ行けば手に入るみたいな安価なものも手に入ってしまうので、まあそういった部分も含めて、まあストレスとその不節制な生活っていうのは、まあ今後どうにかなるしていかないと、まあそういったその出生率、出産、子供生まれる数っていうのは増えていかない。でここをですね、私はボディクリエイター的に、まあ、どうにかしないといけないなと、どげんかせんといかんなと思ってですね、まあ、女性ホルモンのバランスが崩れない、そのエクササイズだったりとか、そのむしろ女性ホルモンがこう出やすくなるっていうのは、まあ主にストレスと関係性があるということは、まあ、自律神経系のコントロールをうまくしていくっていうのが一つポイントになります。で、まあ、ストレスって言ってしまうと、その、ね、それで、はい、おしまいみたいな感じになってしまうんですけど、まあ、ストレスも種類がありまして、まあ、そういった部分で何にこうストレスを、どういうことにストレスを受けてるのか、まあ、一番はトップは人間関係なんですけど、まあ、そういったですね、部分も結局はストレスを受けたとしても、それに対するその体制だったり、それをこう外に出す、まあ何て言うんですか、排出する、代謝する、ストレスを代謝していくみたいなところですね。そういう能力をつけていけば、まあ少なからずですね、女性の不妊だったりとか、そういう部分にも少しそのアプローチの仕方がいろいろ変わるんではないかなという部分で、まあ、私は思っております。だから2050年ですね、出生率、出生数ですね、65万人っていう数字、まあデータを見てこのまま下がっていくんだろうなと思ってて、こう指をか噛んでですね、指を噛んでじゃねえか、なんていうんですか、こうそのままじっとしてるわけじゃなくて、やはり僕はその今回出産経験してなおさらですね、やっぱ女性を大事にしなきゃいけないっていうですね、部分は非常に思ったんですよ。やっぱり出産を、女性の体に負担がかからない出産の年齢っていうのはやっぱり20代30代、まあこれ男性目線から簡単に言ってしまうのは良くないかもしれないですけど、やはりその年代にいかにこうね、今僕の周りもそういう方が多くて、やっぱり妊娠した方も非常に多いですよね。だそういう部分ではその環境づくりっていうのを真剣にこう考えていかないといけないなあという、こう一過性のアプローチじゃなくて、トータルその体の機能構造としてどうやってアプローチした方がいいかみたいなところはですね、今後僕ももっと考えて、その具体的なですねアプローチの方法、トレーニングの方法、生活習慣の方法、そのストレスに対する、その不節制な生活に対するそのアプローチっていうのを考えていきたいと思いますので、皆さんもですね、ぜひ自分の生活はちょっと今こうなってしまってるみたいなコメントがあったりとか、あとはまあそういったですね相談も含めて、まあ今回概要欄にちょっと書いてあります、その問い合わせフォームに連絡いただいても構いませんので、ぜひですね、この少子化、そして日本の今後をですね、よく、より良くして、やっぱりね、美意識高く、やっぱ可能性があふれる世の中にしていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。 See you。